釣りハードモードの皆様こんにちは。いつも動画をご視聴いただきましてありがとうございます。今回もですねクリンチノットなんですが、ダブルクリンチノットよりもね、もしくはダブルクリンチノット並みのですね、パワーの出せる結び方ご紹介しようかなと思います。太いラインとかね、細い極端に細いラインだと、スポンってね、結び方によってはね、抜けるクリンチノットではありますが、強く結べる方法もあるんでね、何種類か。そのうちの一つご紹介させていただこうと思います。まあ、早速ね、やってみましょう。で、後でダブルクリンチと、ダブルクリンチノットシャドウをね、比べて、パワーね、見てみましょう。今回使うのは6号で、テストパワーしてみようかな。25ポンドね。まずね、ラインを通して、ダブルグリーンチノットと同じですから、途中まではね。で、ラインを通して、詳しくはね、前回の動画非常に詳しくやってますんで、見ていただければね、ダブルグリーンチノット、パワーの方はね、お見せできると思います。まあ、3回ぐらい結んでいただいたら、3、4、6回にしましょう。6回音声に巻いたら、このねダブルのここに2つ輪っかがあるんですが、ここにね入れます。で締めるのが、ね、ダブルクリンチノットなんですが、で自分のねシャドウの場合はここの3番目ほぼ真ん中あたりのこの結んである、ね、ライン、よれてる部分ね、この真ん中にね、普通こっちを通すのはインプルーブドダブルクリンチノットなんですが、ちょっと複雑なんですが、この真ん中をちょっと隙間開けていただいてね、この真ん中に入れます。さっきと入れてきた、ここだけがねちょっとね面倒なんですが、入れていただいて、あとはね普通に引っ張るだけ。ある程度形ができたらギュッとで端糸も歯で噛んでいただいてギュッと、で 2,3 ミリ残してカット。これでね、ちょっとパワーをね、お見せしましょう。今のがね、ダブルクリンチノットシャドウね。そして、ちょっと強化チューブに入れて、テストポンドしてみましょう。またちょっと長くなってしまいますが、よろしくお願いします。クリンチノットもね非常に種類が多いんで、今回で5回目ぐらいなのかな、5種類ぐらいも紹介してるんですが、まだあるんですよね。ちょっとここ通りづらいんで、ここの部分カットするかもしれませんが、一つよろしくお願いしますね。パワーをね、お示ししてから皆さんにご紹介してもよろしかったんですが、一番初めにね結び方、今回はねご紹介したいなと思って、ちょっと普通のクリンチと違うんでね。でこれでねパワーを見てみましょう。テストポンド00ね、マックスかな、25ポンドですね。勝った。
本線がヨレヨレになって本線が切れたんですが、この結び目の方はね、何ともありません。結びの方はね、おそらくねダブルクリンチより強いんじゃないかなと思います。自分ね何回か、このテストしてるんですが、こう引っ張る実験はね何十回もやってますが、さあね、同じ形同士のもので、一つはダブルクリンチ、一つはねシャドウでやってみましょう。シャドウの方をちょっとピンク色にさせていただこうかな。同じね、先ほどと同じ結び方。まあほぼ同じですけどね、入れる場所が違うだけですから。慣れたらね、指をここに、先ほどね真ん中のところに指を入れといて、で結んでね、最後しごくときに、ね、ここの輪っかのところだけちょっと湿らせて、ゆっくりね絞り込んでいってください。よれちゃったかな。これがシャドウね。この方はダブルクリンチ。紫のがダブルクリンチ。五回回しとこうかな。ちょっと湿らせてね。3、4ミリ押してカット。じゃあね、ダブルクリンチのお見せしといて、ぐーっと引っ張ろうかな。よいしょ。こういう感じで、こちらの方がね、結構強いんで、今回皆さんにご紹介させていただこうかなと思って、またねクリンチノットなんですが、紹介させていただきました。3号以上だったらね、こちらの方が、ね、強いと思います。それではね、皆さんね、またお会いいたします。